浄土へと送って差し上げましょう。お願いだから話を聞いてってば。相手をするなと言っただろう。人の欲とはこうも醜く欠けのないものなのか。ですがあなた方はとっても幸運です。それどうやどうだ。それそれそれどうやつかこだ。それ行けましょう。お願いだから話を聞いてってば。相手をする人の欲とはこうも醜く果てのないものなのか。ですがあなた方はとても幸運です。この地獄の片隅で出会ったのも何かの縁。この不思議庵剣心が正しい道へと導いて差し上げます。大剣射出やりますね。小耳ちゃん任せたよ。もう十九。それと、やば。それ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 もう十。それそれと、槍の攻撃をうまくさばくのだ。やります。やぬく。それと、やば。ここだ。一度地獄へ落ちて魂を浄化するのです。その道案内をしてあげましょう。お願いだから話を聞いてってば。いくく果てのないものなのか。ですがあなた方はとても幸運です。この地獄の片隅で出会ったのも何かの縁。この不思議庵剣心が正しい道へと導いて差し上げます。槍の攻撃はうまくさばくのだ。やっそれそれここだと、一度地獄へ落ちてやっ貫く忍具変化の術起きました。ほっはっと、あいつの動きをよく見て。やりと、やばどうだ。それいけ。小耳ちゃん、もう少しで倒せそうなのだ。やれやんほっとここだ。それそれ鋼さん、これしびれなさいと、やっ地獄も去った。